水木しげるの妖怪花遊び2で花並べ。本日は水木しげるの妖怪花遊び2で花並べ。さあ、妖怪花遊び2です。前はね、1でやりました。で、こちらも特別札が1枚入っているので、これはね、そうね、ちょっと猫ちゃんの隣に置いて見守っていただきましょう。はい、よし、あ、よし。では、まず混ぜます。よし、カラフル。いろんな妖怪を今混ぜます。すごいカラフルだ、楽しみ。この妖怪たちがすごくね、惑わしてくるので、ちょっとタイムどれぐらいでいけるかな。よいしょ。惑わされちゃうんだよね。カス札にもキャラクターが入ってたりするので、よいしょ。ではよーく切る。さあ、切りました。真ん中に置いて、よーい、はじめ。さあ、どんな妖怪が出てくるかな。あ、いや、よし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 、もう梅だよね。藤、梅、桜、雨、かわいい目玉打ち。かわいい。妖怪の仕業だ、きっとこれは。妖怪花札。ちょっと待って。どこ、雨なかった、畑よね、ほらね。ボタンいたじゃん、さっき。どこ、ボタン、いた。焦る。これ焦る。ネズミ男。これ藤、松。来たろ。かわいい。カスがカスっぽくない豪華さ。梅。これ黙ってやった方がよかったかな。ちょっと待って。これカスどっちが、これ赤だね。これは、めちゃくちゃ、かわいい。かわいいよ。このね、ボタン、すごい色鮮やかなんだよ。どれもなんだけど。あ、この7月の札。札紹介で紹介したの。インスタで。すごい、豪華、全部豪華。あ、墓場に来たら、なんだこの霧。ダン。さあ、まずちょっと答え合わせからいこうかな。よいしょ、説明書。はい、
まず1月合ってる、2月合ってる、3月合ってる、4月合ってる、5月合ってる、6月合ってる、7月合ってる、8月合ってる、9月合ってる、10月合ってる、11月合ってる、12月合ってる。とりあえず全部合ってた。難易度高かったな。ということで記録は、はい、2分23秒10でした。よく頑張ったと思います。いやー、これはすごい脳が活性化されました。よー